和漢三歳イズより、肺肺は、東洋医学における五臓の一つである。肺は、東洋医学においても、呼吸を司る臓器で、火が食物を消化して作った栄機と肺が呼吸によって、取り入れた臓器を合わせ、気血として全身に配分するとされており、現代医学の肺とほぼ同じものである。しかし、 古典の記述や和漢3サ,サイズへの差し絵などを見ると、喉から肺に通じる漢は9つの節があり、肺はコスモスを伏せた形、または、サツマイモやダリアの芋を掘り出したような格好で蜂用に分かれ、重さは3斤3両イコール510文目あるとされている。現代医学における肺は5行からなっているが、東洋医学における肺は5行の金に属し、金の数は9。 生数は4なので、機関の節を9、廃用を4が左右に対で8行としたものである。合理性、科学性を重んずる現代社会から見ると、いかにもいい加減なこじつけのように見えるが、東洋医学は自然科学とは全く違った価値観によって成り立っており、古典を遵守して、史実、投薬するとうまくいくが、疑ってやっているとなかなか技術が進歩しないものである。 肺は紐をつかさどるとされ、肺が充実していると色白で持ち肌の美人になるが、肺に問題があると、顔色は青白く、肌がカサカサして、毛が抜けやすくなるという。また、肺が充実していないと、悲しみやすく心配性になる。肺は、吐く親どずが、いかにも、落白した状態になる。ありがとうございます。